皆さんこんにちは。こんにちは。私たちボルドです。はい、ということでですね、はい、今日はちょっと私の持ち込み企画をやらせていただきたいと思います。何をやらせちゃおうかな。もう決まってますあの今日はですね、はい、あの綾乃ちゃん2人にあの、はい、私物紹介をねしてもらおうと思うんですけど、まあ、今回は私物紹介学校編ということで、2人が普段小学校で愛用しているものをね今日は持ってきてもらいました。気になるの？あの前回というか前にやったランドセルのね中身紹介も、まあ、結構ね多分好評だったと思うので、さらにね2人の私物をあのファンの人にちょっとお見せしてもらおうかなと思います。私の私物はおダン、おバッグです。おあのこれは家庭科で作ったんですけど、すごい家庭科の先生にすごい毎日持ってきていいよって言われて、うん、それで中とかに水筒を入れたり、あとはこういうタオル入れを入れたり、ティッシュ、なんていうの、ティッシュケースか、を入れたりしてます。はい、え、ごめんなさい、すごい手作りなの、このマック、これで作りで、めっちゃ頑丈そう。私水筒入れても壊れない、はい、そうだよね、すごい、すごい、ね、私ちょっとお母さんに作ったよって言った時に、ちょっと舐めてないって言われて、ミシン、わかるの、ミシン、どっちも入ってます。どっちも、これはあの友達とお揃いで作ってたお花で、これは菜の花の N です。内容の N かと思ったら菜の花の N です。そうなんです、勝手にしましょう、勝手に、勝手に、はい、そうだ、なんか中もいっぱい入るので、そうだね、使いやすいね。普段はランドセル持ってそのバッグを持って、はい、なんかお弁当とかも中学校になってもさ、うん、なんか入れてね、うん、そうだよね、かわいいな。私の愛用のものはバッパンバッグです。おー、同じなんです、たまたま同じで、ちょっと変わりそうなんでしょ。はい、これはあのなおちゃんと違って結構大きめなんですけど、何を言えるかというと、体操着とか、あー、難しい、はい、重たい、大きいものね、重たいので、あの、そう、1年生の時本当になんか悪者だったみたいで、あの手で持ちたくないっていう、かわいい、ちっちゃいから重いですよね、だから持ちたくないっていう理由で、お母さんにこれを作ってもらって、これをランドセル一回背負ってから、またその上からこれをこうやってリュックにして、強い強い、その上からこうやってリュックにして、あー、すごい、すごい、これをずっと6年間使ってます。6年間とは思えないぐらい綺麗だし、ちょっとしたらいいな、ボロボロ出ちゃったけど。なんか柄もあんまり見ない感じだよね。可愛い、こういう系、おしゃれ。なんかあの防災頭巾も一人赤でこういう系なんですよ。可愛い、赤頭巾作ってもらったやつ。こんな私のね、いいね。ちょっと聞いたり。ちょっとあの今二人にね、はい、小学校で愛用してるものを見せてもらったんですけど、実はね、はい、私とルンパンも、はい、今日あるものをね持ってきてるんですよ。おあの中学生に向けて、ちょっと今いろいろ頑張っているということで、なんか中学生、小学校を卒業して、これから先のために持っといた方がいいよっていうおすすめのものを持ってきました。締めの中で。ありがとうございます。おしゅうりです。おしゅうり。じゃん。おすごい。単語帳でーす。かわいい、かわいい私なんかメモ帳とか単語帳をすごい集めちゃう癖があってね、まだまだ家にあったんですけど、いくつか行って、あー、まずこれは
あの小学校の時から中学じゃないけど小学校の時から使ってたんですけど、いつと字が汚い、あの都道府県名の裏にそこの有名な場所とかを書いたりして、字綺麗、え汚いよ、あこれ小学校の時の字だから、この時からもう熊がメスっていうのがありますね。こっちもね、じゃあ英語ですね、やっぱ中学から本格的に始まるですね。なんて書いてるかよくわかんないですけど、なんて書いてあるんですか。ドリンクですね、これは。ドリンクですね。意味は、意味は、何々の間、何々の中だと思います。出てくるから今見てる、いいなと思う。なんか単語帳だとなんかやる気出るみたいな、こうでっかいノートだと勉強やらなきゃってなるけど、これ単語帳だとなんか移動時間になんかちょっとこうなんかゲーム感覚でこう見て、あ、やったみたいな感じでできるから可愛い、好きですね、単語。そしてあと、まあ、今勉強系のものを紹介したんですけど、次はちょっと美容系じゃないけど勉強以外で使える、こちらあれですね、ユーチューバーっぽい。ピンタってますか？ピタングルティーザーっていう。あれ違います。こっちですピンタみたいな。こちらピタングルティーザーっていうブラシですね。はい、これが、まあ、女の子も使ってる方多いと思うんですけど、あの普通のブラシっていうか、そのこのタングルティーザーはもう多分どんなに髪質が良くないって言ってたら絶対通るっていうぐらい素晴らしいんですこちら。やっぱね、体育とかの後にさ、でも可愛く見たいじゃん、学校見たいですね、ボサボサになった後もだからもうなんかこういうね絶対通る櫛を一個持っとくと、いつでも髪の毛サラサラで学校でもいられるかなと思います。それは女子やつが長いじいさま。私もこれ欲しくて、タイルピザのこのティングルピザって前に言ってた。ティングルピザティングルピザが欲しい、欲しい、欲しい、なんかネタでありそうだな。ありそうね、ピザみたいなね、ありそう。だからジップみたいな、タングルピザですね、タングルピザ、タングルピザで思いました。あともなんかもう一個お祭りで、中学の時にすごくハマっていた子がいらっしゃったんですよ、お家にまだ。なめこ栽培キットのなめこです。それって中学校のどこで使うんですか？これどこ使うんですか？いややっぱね、はい、中学になるとそうだね、まあ、忙しいんですよ気持ち的に。だから癒し効果ですよこれは。そうなんですね、勉強の時とかにしてやってて、あっすぐ行った。そうですね、勉強の時もそういうことですね。そういうですね。これがね、クラスですごい流行ってて、そうなの、知ってる？知ってます。ギリギリなんですけど、ギリギリ、友達とかが幼稚園の頃とか、幼稚園だって。でもあれ最近友達がスマホでやってるの見てて、何してあ、なめこのやってるとか言って、まあ、あ、そうなんだとか言って、どうやってやるのか分かんないけど、じゃあちょっと知ってるんだ、すごい、幼稚園か、ね、私が中1の時だったかな、流行ったの。みんな筆箱にこれついてたから、そうなんだ、本当に欲しくて欲しくて、UFO キャッチャーでこのゲットした時に泣きそうになったんですよ。ついに私の筆箱が入ったよ。だから今でもね、います、ここに。これが一番大事ですね。そうなんだ、これが一番大事だ。かわいいな、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてオルッパ、はい、中学生で必要な、一番必要だと思うので、多分これを忘れたらもう走ってじゃないので、お家に帰る、お家に帰る、大切なもの、何こちらです。リップリップです。あ、まあまあ大事だよ、ね、そうなんですよ。でも持ってていいですか、リップって。確かに私の中学校はあの透明なリップ、色ついてないリップだったらなんかね、あの持ってていいってことで、私はこの透明のリップを持ってて、確かに透明、やっぱりちょっとあの中学校、小学校と違ってやっぱね、遠かったりする子もいるじゃん、自転車乗っていく子もさ、そう、自転車行くと乾燥するじゃん、す
確かにさ、あの小学校で、ね、あの教室とかも乾燥するじゃん。なんか社会もみんな熱気があるからさ、ロケとさ、どういうその熱気なんかいつもあの加湿器が後ろにあったんですよ、教室で絶対いつも一番後ろの席で加湿器後ろから浴びてる授業を受けてたくないなのでまあね、リップは絶対必要です、マスト。もうここのポケットあるじゃん、ジャケットのスレッグの入れといて、確かに今はね、まだマスクを毎日出してないといけないけど、しないとかやったんだね。ここでも一応アイドルじゃないですか、なのでスレッグは必要ですって言いたいところなんですけど、あれだね、連覇お勉強してないんじゃないかみたいな、そうだね、学校行ってるんだみたいな、私は練習で学校行って何してるんだと、ね、ただ教室で加湿器浴びてるだけなんだ。それな、そうなんですかね。で加湿器浴びてるお家かよみたいな。なので、今回はルナが中学校にの時に使ってたものを持ってきました。すごいセンスが。これは中学校の時に使ってたものなんですけど、なんか中はもうなんていうの、なんかちょっと照らしてたので、こういう色で分かれてて、あルーズリーフをいろんな教科ごとに、あの英語とか国語とか社会とかに1個入れて、もうこれが1個あれば移動教室どこに行っても何があっても、なんかこれ1個さえあればね、忘れ物ないだろうみたいな、作ってたので、それで、そう、でそれでもうステッカーをこれ中学校に使ってたら汚くなっちゃってるんだけど、まあ集めてね、はい、ガシャンって出てくるの分かるな、ステッカーガシャンって出てくるやつ、ああ、いやね、だって中学校3年間でもう完成させるっていう、いや、遊びじゃん、これ忘れてる、ちょっとね、いやね、そうなの、忘れるやな、確かにめっちゃ可愛い、で、あの友達ができる、これ持ってると、今度で見せてみたいな、そう、じゃ今度教えてください、そうだから、あ、これ懐かしい、これ好きだったっていう、あの会話もできるから友達もできるし勉強もできるアイテムです。すごい、移動教室じゃなくても学校で普通にそれだけでノートを出す。そうだよ、もうこれで出して、じゃあ私たちの小学校の苦労も、これすごい重いね、それで帰れば全部勉強できるし、じゃあすごい見せてほしい、あ、OK、いいよ、あなたもね、ちょっと今仲いい、何か見せるのあります、どうかな、あ、一時的な感じで、本当にルーパーの書いたやつ、ルーパー書いたやつ、ひたすらカラフルに楽しく書くっていうのがね、あー、さすがに、ノートをね、いかに可愛くするかっていうふうに言っちゃうんだよね、そこなんだよ、暇な時はこれ写して書いたりとかイラストね、あれは結構面白いですね、あ、そう、わかりました、はい、こんな感じです、すごい、ありがとうございます。どうですか、綾乃ちゃん、私たちの参考になりました、ありましたか、ありましたか、そうですね、はい、あのちょっと一部取り除いたものもあるけど取り除いたすごい参考になりました、なりました、単語帳とかね、あのまだ使ったりしないし、そうだよね、さっき出たように苦労してたから、いろいろ楽に覚えたりできるようになるんじゃないかなと思います、実際に買ってみたいです、おー、すごい、ぜひ、あの読み方とかも教えてください、お願い、ナメコ栽培キットのゲームのやり方です違います、違います、違うか、それはちょっと気になるけど、気になるけど気になってくれるんだよ、はい、最後のね、あの愛用の日々を紹介してくれて、はい、これからも使い続けてください、はい、高校まで使えるかな、頑張ります、おお、すごい、頑張ります、楽しい、ということで以上、私物紹介学校編でした、うん、この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします、お願いします、そして3月27日に新宿ブレイズにて行われる紹介綾乃の小学生ラストライブやります、もうぜひチェックしてください、お願いします、お願いします、それでは以上、私たちボルトでした、バイバーイ。